1909年当時のイギリス領インド帝国。イギリスによる直接統治下に置かれた地域は、ピンク、反王国、保護国は黄色で示されている。反王国とは、イギリスが植民地統治していた時代のインドにおいて、イギリスの従属下で一定の支配権を認められていた反王の両国のことである。土皇国とも訳される。ネパール王国と、 ブータン王国はそれぞれグルカ戦争とブータン戦争の結果イギリスの保護国とはなったものの、反王国としては扱われていない。その起源は、18世紀初頭にムガル帝国の皇帝アウラングゼーブが死亡して、帝国が分裂した後、独立した州やその周囲にあった諸領法のうちで、イギリス東インド会社と軍事保護条約を結び、同盟関係にあった諸国である。 その数は約600あり、広さはニザーム半王国、ジャムーカシュミール半王国のように20万平方キロメートルを超えるものから数平方キロメートル程度のものまで様々で、総面積は独立前のインド全体の約45%、人口は約24%を占めた。藩王の称号は様々で、ヒンドゥー教徒の場合はマハーラージャ、ラージャ、 デイシムク、タークルなど、ムスリムなら、ナワーブ、ワーリーなどを称し、ハイダラーバード藩王は、ムガル帝国時代に由来するニザームを称した。だが、イギリス政府からはいずれも、藩王と呼ばれた。藩王国は、イギリスとの軍事保護条約により、防衛、外交権を除いた自治権を認められてはいたが、しばしば、イギリスが派遣した政治顧問の内政干渉を受けた。また、 インド総督、ジェームズ・ラムゼーによる、執権の原理の強行により、イギリス領に併合された、反王国も多かった。だが、インド大反乱後は分割統治に利用できる、区別勢力として一転して保護されるようになった。そのため、当時、反王国に、インド議会の法律は適用されず、反王たちは自由に統治した。クリシュナラ・ージャ4世やサヤージー・ラーをカ・アイクワード3世の、 ような名君の統治した極少数の反王国では近代国家並みに発展したところもある。だが大半は支配階級の贅沢に国家予算の大部分が使われる時代遅れの体制だった。同様の支配体制は宗教、文化が異なるミャンマーでも行われ、現在のカレン州、カチン州、シャン州など少数民族の居住地域に反王国が建国された。 1947年8月15日、インドパキスタン分離独立の際、数国を除いて、ほとんどの反王国はどちらかの国に併合された。帰属を決めかねていた反王国に関すると、ジュナーガド反王国の場合はインドがパキスタンの内地になることを恐れ、1947年に強制併合され、翌1948年の住民投票で、 インドへの帰属が決められている。ムスリムの大半王国であったニザーム半王国はパキスタン寄りの立場を示したためポロ作戦でインドに強制併合されている。カシュミール地方に存在したジャンムーカシュミール半王国の帰属問題はインドパキスタンの間でカシュミール紛争になり現在も継争中である。独立に際してインド政府が多くの半王国を 強制的に併合した理由に19世紀のインド大反乱の際にほとんどが反乱を鎮圧したイギリス側についたことへの報復の意味合いが含まれているとされる。ミャンマーの反応国は同国の独立後も一定の支配力を保ち続けたが、1962年のネウィンによる軍事クーデターでビルマ式社会主義体制が樹立すると、 政府軍の実力行使によって支配層から排除された。また、シャン州などの一部の反王国は旧ビルマ共産党などの信仰の反政府勢力によって駆逐されたものもあった。ありがとうございます。